ずっと前から聞きたかったんだけどね、なんでおばあちゃんのお葬式の時にあんなに落ち着きたいって言ったの？もち小読みという一つの臼で餅をついて分け合って食べる。いただきます。いただきます。うまいぞ。絶対おばあちゃんがした時のことを思い出してるんだ。ジナは好きな子はいないな。いないよ。いないよ。いないって。もういいんだよ、あってもね。じいちゃんがやっぱり早くな、ジナの友達との見たいな。ね、はい。タツ兄のことどう思う？好きなんでしょ？かっこよく。神様作ってもらおうか。火事にならないようにだって。俺さ、推薦で東京の大学決まったんだ。努力しないとなくなっちゃうものなんて、なんだか本物じゃないみたい。ありがとう。おやつだと。餅というのは深いもの、強いものが宿っている。